どうも、まぜさまテレビ言葉編、今日の言葉です。今日の言葉はこちら。ででん。本気で、君が本気で歩んだならば、世界は変わらなくとも、君の世界は変わるんだ。それでいい。ということでございます。まあこれ世界って言うとね、大きなことになってしまいますが、日常生活に例えてみますとですね、例えば学生さんがですね、学校の勉強をするのにテストでまあ20点、30点だったとしましょう。で、次は100点を目指すぞって頑張ったとしましょう。次のね、まあ期末テスト、中間テストわかりませんが、テストに向けて頑張りました。本気で頑張るんですよ。本気で頑張った結果、じゃあ60点だったとしましょうよ。で、100点を目指すんだってやった結果ね、まあ世界を変えるんだ。自分のね、まあ学校中に100点ブワーッとったらね、学校から見られる目も変わりますしね、なんかこう何かが動くかもしれませんけども、20点30点だった人がね、60点になったところでね、大層なことは動かないです。周りはただ自分で本気で頑張った結果、2、30点だった時よりかは60点に成長してるじゃねえかって話ですね。はい、自分の中の世界は大きく変わるんですよ。これはね、会社の業績とかでも、一人の営業マンとかでも一緒のことです。業績を上げようと思って、業績不振だったのが1年間絶対的にここの業績ね、営業成績上げるんだって1年間頑張った結果、この当たり止まりだったとしても、この成長率は、この本気でやったからこそ、このあなたの世界の成長率は飛躍的にアップしてんだよと。それの繰り返し、それを、やるだけでいい、それだけでいいということでございますね。それを繰り返していれば、まあ世界が変わることもあるということでございますね。ということで、まあ本当にね、本気っていうのが大事でございますね。本気、まあもちろんね、能力がある人はね、本気じゃなくてもできる人ってね、往々にたくさんいらっしゃるんですよ、確率論としてね。まだね、でもやっぱりね、できなくても本気でやり続ける人と、できるから全然本気を出さずずっとやる人では、ゆくゆくの伸び率としたら常に本気でやってる人の方が伸びると私は信じたい。バイ。ということで、ハマテレビ言葉編でございました。今日の言葉でございました。ハマテレビチャンネル登録、グッドマークよろしくね。またね。ハマテレビチャンネル登録、よろしくね。